皆さんお久しぶりです。お疲れ様です。え、ねえ、何なの藤井のその感じ。家の中でサングラス。サングラスはマストなんだね。え、まあ一応キャラ付けをしとこうかなと。どうしよう、方向性の違いでも解散を考えてる。え、何、声聞こえないんだけど。方向性だろうか。いや、バンド組んだものの全然集まれないもん ね。1回だけじゃない、うん、で組んだのがさ2020年11月。昨年11月に山崎アナ中心に4人のメンバーで結成されたフジテレビアナウンサーバンドカッコカリ。結成のきっかけは山崎アナの長年にわたるバンドへの思いでした。私さ、ずっと思ってて、入社当時ぐらいから。あ、そうなんですか。え、そうそう、なんとなくずっとあったの。学生時代とかからずっと興味があって。なんでピアノずっとやってたから。びっくり。でもおうち時間すごい増えたし、だからさ、私たちも集まれないからさ、そのリモート演奏やってみようって、こうコロナの中でこうそういう風に音楽楽しんでくれる人も増えたらいいなってことで始めたけどさ、まあ、でも私も本当にもうずっとバンドが組みたいって思ってて、うんうん、もうなんなら中高生くらいの時からずっと一人だったので、うん、だからなんか、うん、バンド組んでみんなでこう楽しんでやりたいっていうのがあったので、それがまさか社会人になってかなとは思ってなかったので。会社に入った順で言うと佐久間が一番若いけれども、このバンドのパワーバランスで言うともう7-1-1-1ぐらいですか。そう。確かに。ちょっと藤井には2位あげてよ。ちょっとミックスっていうのがさ、どういうのかもよく分かんないから、どれぐらい大変なのかも分かんないからさ、藤井だけはあの何してるか分かんないもんね。めちゃめちゃいろんなことやってるんですよ、本当に。それぞれ音源をもらって、うん、でそれを聞いて、あ、この音もうちょっと上げた方がいいな、ちょっとブーストかけた方がいいなと思ったら、追加でこうちょっとリバーブを、じゃあボーカルにはリバーブかけて、そんな細かい作業をずっとパソコンの前で何ヶ月もずっとやってましたよ。ありがとうございます、ね、我々のデビュー曲、はい、完成したけどさ、はい、3ヶ月ぐらいかかったもんね。やっぱりなんかこうスタジオ入れてたら、こうその場で、あ、ここずれてるから直そうってできるじゃないですか。でもこう、うん、全部一回藤井さんに送って、でそこからまたフィードバックじゃないですけど、ここをもうちょっとこうしようってなって、でまた撮って送ってっていうのがもう一番時間かかるなって思いました。そうか、リモート演奏の苦労だね。手間が、まあでもそれにしてもね、あのバンド名がまだ決まってないからね。そうだ。そうだ、なんかうやむやのまま来てますね。そうよ、大事。今日はもうね、決めちゃうよ、このリモート収録中に。ここでね、決めましょう。いいですか、私から一つ。え、早い、はい、いや全面にね、個人名じゃん。ソロだよ、ソロ。やっぱりもう佐久間さんにおんぶに抱っこなんで、俺は。私はこれが一押し。おお、シャイズ。これ なんでこの名前かっていうと、私たちちょっと人見知りだったりとか、あの控えめなメンバーが多いって、なんか全然信じてもらえないと思うんですけど、だけど、まあ、その共通点があるんで、え、じゃあ佐久間ある？はい、まずこれが藤番。ああ、そう。え？そっか、富士版出ていいと思っちゃった。びっくりした。いいじゃん、富士版いい？いいかそう、文字の問題、確かに。私もダサいね、変わるんだけど。富士版って書いたらダイバー、ダサいこれは確かに、なんで、あ、じゃあ私二つ目いいですか。はい、お願いします。じゃあです。ねえ、ちょっともうダメだ、ダサいのしか出てこない。ろくなやつ出てこないな。藤井くんかけた？はい、選べない。あのまず見せますね。うん、こちらよ。え、読めない。ザ・ファイズという頭文字。え、それ私も思いついた。はい、そうです。
ほうほうほう、頭文字なんですね。かっこいい、かっこいい。でもはい、生田山崎さん、はいはいはい、で、なるほど、まあそのちょっと言葉になりそうな並びで、はい、はい、ザ・ファイズっていう、でも確かにいいですね。なんかバンドっていう感じですね。さくらまだあるでしょ。まあ、出してみます。はい。はい。で、おお。ディピクター。見ます？ディピクターって。どういう意味？ディピクター。ディピクターって英語で、あの、表現する人とかものみたいな意味がありまして、なんかディピクトで表現するっていう動詞なんですよね。うん。で、まあ、一応アナウンサーとしても表現者ですし、うん、あと音でも音楽でも表現するっていう意味で表現者たちっていうのをかっこよく英語にしてディピクターどうかなっていう。おしゃれ、はい、おしゃれすぎる。かっこいいね。このメンバーには合わないな。このメンバーにはねえ、まあのね、僕の中でこうバンド名をグッと訳す中でパッとのがあの YMO、 うん、イエローマジックオーケストラ、はい、にちなんで お台場チルクラブ OCC。 チルってさ、そもそもどういう意味なの？そうそうそう、リラックスしていこうぜ、ね、みたいな、ヨーみたいな。そうそうそう、あこうヒップホップとかそっちから出てきた。チルイエー。この後も個性あふれるバンド名が提案されましたが、最終的に絞られたのはシャイズとザ・ファイズの2つ。うーん、どうする、難しいんだけど。悩む。藤井はどれがいいと思う？そうですね、僕は自分のオスの気持ちですけど、うんうん、意外と気に入っているファイズと、うんうん、じゃあザ・ファイズにします。ザ・ファイズに。では我々のバンドザ・ファイズに決定。決まった。ようやくバンド名が決定と、ここで生田アナがマイクダさんから佐久間アナへ見せてほしいと預かった VTR があるのを思い出しました。マイクダさんが佐久間さんにこの前インタビューに行った時にあるやり取りがあったみたいだね。今も曲作りしてるの？今してますよ。ちなみにね、藤井アナのいろいろにはまだテーマ曲がないんだよ。あー、なるほど。そうですね、ないんだよこれ。あ、はい、どういうことでしょうか？ないんだよ。グイグイ来ますね。インタビューってこんなグイグイ来るものなんですか？ないですね。忙しいとは思うんだけど、お時間がありましたら番組のテーマ曲作ってもらいたいです。いいんですか？むしろぜひともやらせていただきます。頑張ります。え、すっかり忘れてました。おい、忘れるな。マイクダさん悲しんじゃうよそんなの。いや、申し訳ないですね。我々ザ・ファイズでね、手掛けられたらいいですね。いいですね。いやでもオリジナルって結構時間かかりますよ。あと我々今他の曲も今カバー制作中なんで、あの、デビュー曲に続いて今はゆうりさんのドライフラワーをやっておりますので、ドライフラワーにた君と泳げる、これまた難しそうだな、ね。でも声質にめちゃくちゃ合ってます ね。カバー曲第2弾としてドライフラワーを絶賛制作中だったザ・ファイズ。いつかは藤アナのいろいろのテーマ曲を手掛けてくれると信じて、今後も活躍を見守っていきます。まあ、じゃあドライフラワーを完成させつつ、はい、テーマ曲もね、いずれはちょっと ね、頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。ザ・ファイズ。テーマソング作ってくれるんですね。ね。よかったですね、マイクダさん。ただちょっと見た感じかなり時間かかりそうだな。だいぶね、半年ぐらいかかっちゃうのかもしれないですね。バンド名決まるのにだって4ヶ月かかってるから。長。ザ・ファイズ。うん。どう？なんかちょうどよかった。
ちょうどよかった。ちょうどよかった。うん、中にはねちょっとダサいのもあれば、ちょっとダサいのあったな。おしゃれすぎるのもあったんですよ。うん、これ富士版だったらなかなかだな。そうですよね。しかもカバーもう一曲次、うん、制作中っていうことでしたし、ドライフラワーな。うん。佐久間アナにちょっと声質もなんかいい感じに合ってたな。ね、合ってましたね、うん。しっとりと歌い上げる感じなんですかね。うん、また藤井くんも。それをミックスしてたんですね。そうそうそう、あんな格好で座ってるのを動画で見て、うん、プロのプロデューサーでも一人呼んだのかなと思ってパソコン並べてな、そうそうそう、なんか本物のね機材並べちゃって誰だろうって思ったんですけど、あのパソコンね、はい、電源ついてなかったらしいぞ。え、飾り飾りらしいぞ。そうなんですか。確かにちょっとなんかうさんくさいなと思ってたんですよ。そうそうそう、さっき冒頭で私の頭叩いてたけどさ、あ、はい、ドラムやってたのお前。あ、そうなんですよ。あと私運動神経良かったんですよ。あ、そうなんだ。実はで体を動かすことが大好きで、うんうん、でまあそのテニスをやってた時に腕の筋肉は結構あって、うん、ドラム向いてるよみたいなことを、まあ、ちょっと知人に言われやってみたって感じです。あの藤井アナミックスだけど本当はあのドラム担当だからさ、あ、うまそう、あ、変わっちゃえばいいじゃん。え、いいですか。あの生田アナに口利きしとくよ。 ありがとうございます。生田さんから言っていただければ多分いけるんじゃないですかね。多分お願いします。自主練私もやりたい、うん。